皆さん、こんにちは。今日は引き続き、中学生のコ・キンウ君の失踪事件についてお話ししたいと思います。インターネットで最新の状況や、とても怖い映像も見ました。また、生体臓器テキストに関する情報も見つけたので、今日はそれを紹介したいと思います。まずは、穀物倉庫に関する話からです。中学生のコ・キンウ君が、最初に生きたまま臓器を奪われた現場。 つまり彼が首を吊って亡くなった円山県の穀物倉庫を正式に紹介したいという人がいました。穀物倉庫が生体臓器摘出の現場だったというのは本当ですかこれは陰謀論なのかそれとも単なる疑いなのでしょうかコキウ君の遺体が穀物倉庫で発見された後、食事カードを探すためと ブルドーザーが倉庫に入りましたこれは現場を破壊する手段だったと思いますなぜ破壊する必要があると思いますか怪しさ満点ですこれだけ疑惑の多い失踪事件なのに当局は急遽自殺として事件を片付けましたそれでは臓器摘出と関係があると疑われても仕方がありません実際コキンウ君が失踪した前後には1月9日に 14歳の少年、李俊亭くんが1月21日に復讐の15歳の少女、王志川さんが1月23日に13歳の少女、幕長前さんが失踪する奇妙な事件が連続しています。ネット上の噂では、コキンウくん失踪事件を最初に注目したセルフメディアの李善一氏も失踪しました。李氏は 1988年生まれ、現在33歳で、河南省出身です。行方不明になる前は、石膏省寧波市の倉庫で、物流の仕事をしていました。彼の妻と母は、広州貨車に住んでいて、李善医師は週に2回、寧波と広州貨車を往復しています。昨年11月19日の午後、李善医師は帰宅途中に姿を消しました。その日の夜、 11時ごろ、彼の妻に電話があり、李善医師の車が高速道路の架車大橋に止まっているが、李善医師本人は車に乗っていないとのことでした。不思議だったのは、エンジンを切らずに高速道路に駐車し、ハザードランプを点灯させたままだったことです。彼のパソコンが入ったリュックサック、身分証明書、銀行カードは車の中にあり。 携帯電話だけがなくなっていました。さらに怪しいのは車のドライブレコーダーのメッセージです。完全に人の手によって上書きされていました。李善医師が最後に監視カメラに映ったのは同日の22時30分頃でした。李氏は交通事故を起こしたわけでもないのに車を停車させた場所は監視エリアの四角でした。橋の近くの料金所の職員はその日 李善医師と思われる人物が橋から降りてくるのを見ていないので、彼が車から降りた後の行方は全く分かりません。李善医師が失踪した後彼の家族は捜査員を雇い、橋の下の川を探しましたが、結局何も見つかりませんでした。李善医師の家族によると、彼はギャンブルをせず、明るい性格で落ち込んでいる様子はなかったとのことです。事件の前後で 異常な振り込み記録も見られませんでした。彼はどこへ行ったのか、生きているのか、そして当局はまた失踪事件を自殺として解決するのでしょうか。青少年だけでなく子供の失踪もあります。1月14日午後、貴州省必設の3人の幼児が家の前で遊んでいて行方不明になりました。家族、村人、警察が一晩中、 村の周辺を探しましたが見つかりませんでした。行方不明になった3人の子供は女の子2人と男の子1人で家族の姉妹と親戚の男の子で食後に自宅の前で遊んでいました。家族が1時間後に様子を見に行ったら子供の姿はありませんでした。なぜ子供が行方不明になるケースが増えているのでしょうか。昔は子供を誘拐して物乞いをしていましたが 今は街中にホームレスが少なくなくっていますホームレスや人身売買された子どもたちはどこに行ってしまったのでしょうか動画をお見せしたいのですが内容が敏感すぎて YouTube で再生することができませんこのビデオの内容を簡単にご紹介したいと思います廃墟となった防空壕には多くの子どもの遺体が薬液につけられ詳細不明の子どもの骨もあるという映像です 児童移植業界について、もう少し詳しく説明しましょう。追イ国際報告書の第3巻によると、上海交通大学人災病院は、小児肝移植の特別な技術を持っています。新華社通信によると、2011年以降、中国の肝臓移植件数は11年連続で最多となり、子どもに行われた肝臓移植の件数は、9年連続で世界最多となったそうです。 2021年11月現在6100件以上の肝移植が完了し肝移植件数は10年連続で中国国内第1位を記録しています人民日報オンラインによると上海人災病院は2006年10月の初の小児肝移植から2017年8月に1000例目2019年10月に2000例目 2022年10月に3000例目に突入しているそうです小児の肝移植について最初の1000例の子どもの肝移植は11年かかりましたが3番目の1000例はわずか3年で達しましたなぜ小児の肝移植が爆発的に増えているのかその臓器はどこから来ているのでしょうかこれは考えるべきことでしょう2022年11月11日、 武漢市政府はあるニュースを発表しました。武漢協和病院は、世界で初めて3人の子供の心臓移植を同じ日に完了しました。報道によると、偶然にも異なる小の3人の子供が心臓病を患い、武漢協和病院を訪れました。3人はそれぞれ12歳、11歳、4歳でした。同病院では、わずか7時間で 3人の心臓提供者は中国の他の3つの省からやってきて同じ日の11月7日に武漢に降り立ったのです輸送中の冷却血時間は平均330分で3人の子供がほぼ同時にしかもレシピエントの心臓との適合が成功するギリギリのタイミングで亡くなったことになります臓器移植の分野では 臓器の調達は常に難しい問題であり、通常の国ではたまたま適合する臓器が見つかるまで何年も待つ人がたくさんいます。なぜこの3人の子供たちは同時に武漢共和病院に移植を受けに行ったのか、3人の子供たちが同時に亡くなり、たまたまその子供たちの臓器が移植を必要としている3人のレシピエントと相性が良かったのでしょうか。 くんの偶然な事件よりももっと驚くべき偶然なことが起こりましたまず温拒絶時間と冷拒絶時間という概念についてお話しします温拒絶とはドナーの心臓が停止してから臓器を取り出し冷保存液が臓器に還流されるまでの間のことでこの間に臓器は最も深刻なダメージを受けます当然時間が長すぎると 臓器が使い物にならない可能性があります追査国際の調査報告によると2004年から2007年にかけて人民解放軍第二砲兵総合病院で行われた健康な若い死体からの肝臓提供103例では温拒絶時間は0から5分だったそうです上海第二軍医大学調整病院では2001年から2004年にかけて 240件の肝臓提供に対する温拒絶時間は0から8分であり、33個の病院で温拒絶時間は0または極めて短い時間でした。生体臓器摘出に関する追佐国際の報告書第8巻の中に、下記のように書かれています。中華簡単外科雑誌2016年8号の医学論文によると、 2007年8月から2015年12月まで、当院では76人の子供に対して腹部臓器摘出術を実施しましたが、温拒絶時間はわずか3分だそうです。生体から臓器を摘出した疑いがあります。温拒絶時間が短ければ短いほど、生体臓器摘出と疑われる可能性が高くなります。この人が生きているうちにメスを持ってそばで待っていて、 心臓の拍動が完全に止まる前に手術を開始して、臓器を摘出していることになります。というのは、手術にも時間がかかるからです。心臓が止まってから、ゼロから五分以内に臓器を摘出する場合、考えてみてください。これは、人間がまだ生きたままで臓器摘出されていることでしょう。そうでなければ、ドナーの心臓がいつ鼓動を止めるのか、 温拒血時間がゼロになるかあるいは非常に短くなるかを正確に予測できますか。つまり臓器を摘出するときに心臓の鼓動と血液が流れている、生きたまま摘出されるということです。温拒血時間を数分にするためには脳死状態から臓器を摘出するか生きている人から臓器を摘出するしかありません。つまり。 肝臓や腎臓を摘出する作業は生きた臓器の摘出作業ということになります。もう一つの概念は冷凍血です。臓器が提供者の体から離れた後、非提供者の体に移植されるまでの冷凍血時間が長いほど臓器の質は悪くなるのです。冷凍血の最大対応時間は腎臓で約24時間、肝臓で約12時間。 肺で約8時間から12時間、心臓で約6時間から8時間です。4度程度の低温は、孤立した臓器の冷却血に対する耐性を延長させますが、摘出した臓器をできるだけ短時間でレシピエントの体内に入れる必要があります。そのため、臓器移植は通常、提供者とレシピエントが一緒になって行われます。異なる場所であれば、 臓器の保存と輸送は難しい問題になります。しかし、中国で特許を取得した技術により、臓器を72時間以上保存できるようになりました。冷却時間を長くするために、輸送中の臓器を保存する方法が2つあります。1つは、抑制剤を用いて、臓器の代謝を最小限にすること。すなわち、純水冷却です。もう1つは 機械的管流を用いて臓器を体内の代謝とほぼ同じ状態に保つことですどちらの方法で搬送するかは距離や利用できる機器によって異なります新たに開発した UW 液を用いることで臨床腎臓ドナーの保存時間を72時間肝臓ドナーの保存時間を30時間以上に延長することが可能になりました生体臓器摘出の現場では 冷却時間の延長を目的とした特許製品、臓器収納ボックスを目にすることがあります。手術用の箱ではなく、臓器を収納するために設計された特許製品です。さらにこれに加えて、水佐国際の調査によると、多くの病院が子供向けの肝臓移植無料キャンペーンを行っていました。2017年6月1日から30日、キツリン旅行ラジオとキツリン大学 第一病院肝臓移植センターが共同で先着10名の子ども向けに1ヶ月間の肝臓移植無料キャンペーンを開始しました。2017年6月13日、水佐国際の捜査官が旅行ラジオの子どもの心臓と肝臓の緑通路無料肝移植登録上を調査しました。その調査では肝臓の配給源が十分にあり移植が容易であることが確認されました。 問題は、子供の臓器の供給源はどこなのかなぜ普及させなければならないほど豊富なのかということです。一つ買えば一つ無料というのでしょうか子供の臓器移植と子供の失踪事件は関係はあるのでしょうか小児移植産業の発展は、成人、成年期の移植産業の成熟に伴う事業拡大である。つまり、成人、成年期の移植産業が 確立しているのです。今回の調査で移植可能な肝臓が豊富にあることが確認されました。しかし子供の臓器の供給源は一体どこなのか。どうして繁殖キャンペーンまで必要なほど多いのでしょうか。まさか白菜のように一つ買ったらもう一つおまけになるのですか。児童臓器移植産業の発展と児童失踪事件との間に一体どんな関連がありますか。 もうう。つ、データを紹介しましまょう衛生部によって全軍臓器移植センターと名付けられた第309病院臓器移植センターの医療総収入は2006年の3000万元から2010年には2億3000万元と5年間で約8倍に増加しました1990年代後半に臓器移植を開始した第三軍医科大学 大坪病院の年間売上高は3600万元から2009年には9億元超えと25倍近くまで増加しました違法な臓器移植産業は次第に軍の関与から地元の病院や非軍人へと移行しドナーも弾圧されたファールンゴン学習者から一般人へと拡大しています大学生中高生子供です ファールンゴン学習者の生体臓器は、公安、検察、司法、軍隊のシステムからしか入手できませんが、一般人の臓器提供者の入手は、もっと広い範囲の集団犯罪に関わっています。教育、医療、公安、政府関係者、民間企業家、ヤクザ集団、人身売買業者など、利害関係の連鎖があります。実は当初、 宗教による生体臓器摘出の対象は、ファールンゴンゴ学習者でし,たしかしその罪悪を暴露しても多くの人々は信じていませんでしたでは多くのファールンゴン学習者が生きたまま臓器を摘出されてその結果はどうなったのでしょうか殺人マシーンが形成されましたしかしこのマシーンは止められていなかったため運行を始めるようになり しかもそれは政府によってコントロールされた完全なシステムです。従って完全な産業チェーンが形成されました。この殺人産業チェーンは一度出来上がると止まらず動き続けます。ですからドナーとして適した多くの人々が巻き込まれているのです。一旦この黒幕の正体が暴かれ人々はその裏にある恐るべき犯罪を知ったら どう反応するのかわかりません。今、この生体臓器的質という犯罪が明らかになりつつあります。これが民衆を目覚めさせ、宗教を崩壊させる最後の藁となると信じています。それでは、今日はここまでにします。ウェイユーが世間を見る。またお会いしましょう。 开你的心门，让它落地生根。人海中的那个人，等你红尘里的转身。风尘仆仆，而且显得有点笨。这一次，我真的相信。 被你改写了剧本，温暖的眼神原谅我对暧昧天分。这一次我真的相信了，是被祝福的缘分。 陌生人，继续前行，不必问。这世界还有余温，多少的人还在等。最深爱的人，何苦执着这戏份？